フレデリク・レノーは、デンマーク・ホーセンス出身のサッカー選手。サッカーデンマーク代表。1、FCE ・ウニオン、ベルリン所属。ポジションは GK。代理人は元、サッカー・オランダ代表のヨンシュベベーク。ステンスバレー IK というチームでプレーを始め、16歳の時に AC ホーセンスのアカデミーに入団した。2011年9月のホルステブロー BK 戦で、プロデビュー。 2012から13シーズン終了後、チームの二部降格を受け遺跡を志願。2013年7月、ルーカス・フラデツキーがブレンビーフに遺跡した、エスビアンウェフ B に、レンタル遺跡することが発表された。2018年4月12日、アイントラハとフランクフルトは、レノーを獲得する意向を明らかにした。メディカルチェックに合格後、来シーズンから4年契約を結ぶ。しかし、 政治いけビントラップの壁を崩すことはできず、第二 GK の立場から抜け出すことはできなかった。2020年9月30日、シャルケ・レイオムへのローン移籍が発表された。2021年7月20日、1、FC ユニオン・ベルリンへ完全移籍することが発表された。世代別代表を経験した後、2016年3月のアイスランド戦で A 代表初招集。 ありがとうございます。